登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。イエイ、来ましたね。なんだ君はファンキーモキいやいや、本人隣にいるとね、なんか、ノリも良くなりますね。はい。じゃあ、はい。はい、自己紹介です。はい。じゃあ、ごめんなさい。鶴巻のぼるです。よろしくお願いします。皆さんご存知ですからね。そうですね。うん。ね。こんにちは。ファンキーモンキーベイビーで、はい。キャロル。来ちゃった。久々ですね、なんかね。ね。やっぱ上がりますね。ちょっとルーツいっちゃいました。これはこれで。ドキドキしちゃう。しない。いい感じで。もう大ファンだったんですもんね。私ね、ファンでした。はい。はい。ね、今日は台風来てまして、湘南は上三角45とか、いい得点がついてて。さっき時計にも出てたもんね。時計にも。グッドウェーブなんですよ。グッドウェーブ、今。今この時が。今でしょ。今でしょ。今でしょ。乗るなら今でしょ。今でしょ。じゃあ嫌でしょ、ここにいるのが。いや。これはこれでね。これはこれで楽しい人と。この気持ちを持ちながら海へこう直行するんじゃないですか。でも夜はしないか。まあ、そう。オフショア胸肩まで。胸肩。グッドウェーブですよ。さっき写真見せてもらった結構大きな波で。でかいですね。あれどこだっけ？あれは、鎌倉。鎌倉でしょ？はい。鎌倉にしてはビッグウェーブでしょ？そうですね。やっぱり台風スエール。ね、なるほど。台風来る前がいいのかな？うん。そうですね。あんまり近くなく、波動が長く。波動が長く。うん。うねりが長く来る方がシェイプされて綺麗ですね。で、相模湾じゃないですか。湾の中に入ってくるのは、やっぱりこうシェイプされて入ってくるんで、外棒にダイレクトにぶつかるやつよりは、面が綺麗ですよね。それでもあんだけの高さあるとか相当。そうですね。大きい。荒れてるってことだ。外湾っていうかね、あれは。そうそう。で、この間、ちょっとニュース見たら、知らなかったんですけど、台風が27号、28号、2つ。繋がってるね。連チャンで来てまして、で、藤原の効果って言って、なんすかそれっていうふうに思ったんですけど、その2つの台風が、あって、その距離が1000メートル以内になってくると、1000キロメートル？あ、失礼、1000キロメートルですね。1000メートルじゃ1キロですもんね。それはダメですわ。1000キロメートル以内になると、こう、互いにね、影響し合って、で、こう、台風が複雑な動きになってきて、読みづらいらしいですよ。で、まあ、その、中間点と中間点と、台風の目と目ですね。その、二つの台風が、反時計回りだったりして、その、追いかけるように。同じ方向に回ってる。追いかけるように、追いかけるみたいになってくる。そう。で、まあ、その、追いかけるようになってきて、こう、動きが、こう、読みづらいと。で、そうですね。で、最終的には、こう、ちっちゃい台風は、その、大きい、950ヘクトパスカルとか、大きい方に吸収されていくっていう。じゃあ、まだ1個になっちゃうんですか？そうですね。で、大きく強くなっちゃったり。そうなんですかね。そこまではちょっと、細かく、勉強不足ですよ。まあ、でも、いや、ね。そう。で、まあ、その、戦前に中央気象台、今の、その、現気象庁の、気象台台長の藤原咲平氏。先平さんっていうのかもしれないですね。が提唱した。藤原の効果っていう、その人の名前がついちゃってですね。ねそう、だから、まあ、その、二子玉ですよね。そういう台風、こう、もう、大島ですか？大島もだから、その雨読めないから、結局避難で竹芝に移動するっていう人がいっぱいいたりしてますよね。でも、今までにこんなことってあったかな？ここまでのはないんじゃないですかね。あんまり近づいてるとないよね。で、あんなに、大島でもね、土砂崩れがすごかったりとかもなかったですしね。やっぱり、さっきの家の話じゃないけど、海を晒してるじゃないけど、繋がってるかもしれないよね。ですよね。だからまあ、そういうのもありますんで、気象には皆さん注意していただいて、はい。サーファーはね、良い波来て OK って言ってますけども、まあ本当にみんなサーファーだって思ってる災害にならないように、お祈りしていますっていう。ところなんですよ。なるほど、なるほど。そう。で、まあ、その、藤原効果。藤原効果って言うんですか。それ、日本だからその名前なんですよね。そうですね。だから、その、藤原。いや、わかんない。外国でも藤原
のなんとかってニュースで言って藤原効果オブ藤原みたいなあるかもしれない、ね、ついてるかもしれない確かにねあるじゃん体操の技だってあそうですね、いいところに あの星の名前だって、うん、見つけた人の名前だから、ね、日本語の名前がついてる星もある、うん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 、まあそれとこれ一緒にはならないかもしれないまあそう、同じようなあるよね、科学のニセコってスキーエリア、うん、北海道のニセコスキー場でニセコの平布スキー場のてっぺんは藤原の沢っていうんですよ、うん、この人と関係ある？いや関係ないですよ藤原の沢は昔、うん藤原の沢で大きい雪崩があって、うんうん、で藤原さん埋まっちゃったんですよそれで藤原の沢っていう名前がついちゃった藤原の沢で僕も10年前ぐらいかな、うん、そのニセコ滑り行ってる時に、うんニセコローカルの山ちゃんに聞いたんですけど、うん、山ちゃんでもそういうことあるんだそうに、ね、そ一緒にリフト乗ってて、藤原の沢ってさつって、昔藤原さん亡くなったんですよって言うから、それで藤原の沢っていうの、ったら、そう山ちゃんはそういうふうに言ってた、でも山ちゃん実在の人物で、山下勝さんって言うんですけど、地元の人なんですよ。そうスノーボードの玉井太郎さんなんかの原点スティックのやっぱりその。ローカルライダーなんですよね。じゃあまあ全然嘘じゃなくて、本当の本当本当、ね、藤原さんつながりの話しちゃったんですけども、まあ、でもそうかもしれない、ね。まあまあでもねそういうこうなんかのまあ冥福を祈る、そうそうですね。まあ亡くなっても名前が残ったらなんかでもいやでもさもうその藤原の沢、恵美の沢とかみんなガンガン滑っちゃってますから今は滑っちゃって、うん、昔はこう神聖なイメージだったけど、うんうん、今なんかもうその上みんなバンスか滑っちゃって安全になっちゃってね、うん、でも踏まれちゃってるみたいでかわいそうだなみたいな気もするんですけどね。ああそう見つかってないんですか。いや見つかってますよ。だってはい見つかってます。まあその話は相当難しいですそこ突っ込むかね。はい、藤原さんの話つなぎで、藤原さんはここで一回終了。あ、そうですね。はい、次行かないでいいよ。はい。まあ、こう、藤原さんつなぎで、うん、先週は、スプリットって言って、スプリット。板が、ね、分かれる、分かれるやつね。やつの話しましたよね。うんうん、スノーボードを二分割して、スキーの板にして山登るんですよっていう流れ、うんうん、話をしました。うん、で、まあ、それと、こう、同じように、スノーシューって言って、今度、西洋寒時期、和寒時期に対して西洋寒時期って、はい、雪に潜らない道具がありますよと。で、まあ、そういう道具を履いて、バック寒時期。それはどういう形してんの、その西洋寒時期って。あ、西洋寒時期は、日本のはこう結構楕円形なんですけど、丸っぽいよね。西洋寒時期は、もっとなんつったらいいのかな、頭がでかくて、テールがちょっとシャープ、こういう、とんがってる、テールエンドが。うん、あれだ、水泳で使うヘラじゃないけど、あれの逆、逆のパターン、逆頭がでかくてこっちがちっちゃい、はは、まあ、それを履くことによって雪のだから潜らない、新鮮の上でも潜らない、潜らないし歩きやすく、かなりこうスピードアップしてその雪の中でバクバク距離を動かせますよ、稼げると、そうですまあ、そういうのの紹介を本当はしたかったんですけども、あ、まあ、いつもおせおせで、まあ、こんな流れなんですけども、まあね、はい、で、まあ、そういう、板道具を使って、冬場には、ま、山に登って、ね、バックカントリーでカントリースノーサーフィン、いいですね。スノーサーフィンは、まあ、さっき言った波乗り、ね、海のサーフィン、男の夢だね、はい、でそのうちね皆さん本当ガンガン連れていかなきゃいけないんですけど、ね、私が、ね、一人で遊んでるからね、連れていかれる体力をまず養わなきゃいけない、ね、まあまあそんな無理しないでね、そう軽いところで、軽いところでやりましょう、体悪いじゃん、体治さないけど、体治してください、体が、そうですね、はい、あ、おかしい、スポーツするにはね、体を大事でしょ、でも別に肺は通ってことないんでしょ、肺も分かんないけど、うん、あちこち痛いのよまあでもほら温泉もあるし、温泉もある場所に行けば、温泉いい ね, ね, ね、そう、温泉だけでいいよ、雪遊び1温泉9とかね、雪遊び2温泉8ぐらい、じじいだけ、まあそれぐらいでね行きましょうよ、無理しないで、ね、無理しないで、ちゃんとプレゼンしますんで、あ、いいです、あ、そうそうですね、うん、お願いしますよ、そう、うん、まあ ね, ね、そうだからさっきこう出た、はい、1分ですよ、スノーサーフィンとかね、はい、コツガイさんつって、うん、スノーサーフィンのイベントをやってましたよとか、はい、そうですね、もうこの間渋谷
渋谷にもね、そうです、来てたんで、ね、やってました、はい、スノースティック限定スティックとか、はい、ね、で、まあ本とかも出てるし、うん、フォールラインとか、はい、ディギンマガジンとか、もう限定 DVD とバルハラ、閉めますよ、ね、はい、いいですか、ね、限定スティックもそう普及されてる、もう閉めますよ、知る人ぞ知るね、じゃあ皆さん、はい、ね、それではね、来週もまた来週もよろしくお願いします今日は藤原つながりでした、はい、はい、それではまた来週、はい、バイバイ、バイバイ、山ちゃん、ごめんなさい、これ途中から途中で切れてまた、あ、いいです、いいです、すいませんでしたね、はい、じゃあとっとと出ないと、とっとと出ないとでした。